カルロス・アルフレド・ラブリン・カンディアは、チリムル・チェン出身の同国代表サッカー選手。アウダックス・イタリアーの所属。ポジションは DF。CD はチパとの下部組織で育ち、2008年に公式戦デビュー。若くして信頼され、ポジションを確保する。ユース代表としても2009年のトゥーロン国際大会で、チリ代表を優勝に導き、自身は最優秀選手に選ばれた。 2010年5月5日には、当時の代表監督であるマルセロ・ビエルサに認められ19歳に、して、トリニダード・トバゴ代表との親善試合で、A 代表初キャップを記録する。2011年夏に、イタリアの US チッタ・ディパレルモに移籍した。EU 国籍を持たず経験を積ませる狙いもあって、そのまま、ノバーラ・カルチョへ貸し出されたが、公式戦2試合の出場に止まり、 冬の遺跡市場でパレルモに復帰した。2013年1月、フルスであるウアチパトにレンタル遺跡で復帰することが決定。2015年5月27日、CD3、マルコスでアリカからアウダックスイタリアーノに1年契約で遺跡した。ありがとうございます。